日本が開発した世界最強の輸送機をご紹介します。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、世界最強新型輸送機 C2 は国防の切り札、機動戦闘車機動部隊を丸ごと急速展開をお送りします。 C2 は航空自衛隊の国産巨大戦術輸送機。 C2 は世界に誇るメイドインジャパンの新型戦術輸送機です。 C1 輸送機の後継機として尖閣諸島や竹島などの日本領土防衛行動、そして国際平和協力活動への迅速な対応に圧倒的な効果が期待できます。 C2 は2016年に鳥取県の美保基地へ配備が始まり、今後他の2つの飛行隊に配備されていきます。 C1 を大きくしのぐ最新鋭機能を備え、航続距離が4倍、積載量が3倍になりました。このためより多くの機動部隊や貨物をより迅速に運ぶことができるようになったのです。現在航空自衛隊の輸送機は C1 と C130H が主力です。しかし C1 は40年近く運用され退役が迫っていることから、 C2 が次世代の哨戒機 P1 と同時に開発されました。コスト削減のために P1 とは一部の部品を共通化していて、 C2 の機体重量の 15%、 搭載品目の 75% が共用可能です。 C2 は主翼を後翼上に配置し、 T 字型の水平尾翼を持つオーソドックスなデザインです。こうした後翼機は低翼機に比べて飛行性能が劣る場合が多くなります。しかし C2 は抵抗の少ない胴体設計と衝撃波の影響を受けにくい超臨界翼を採用することで、 C1 の時速650キロを上回る時速917キロの最高速度を達成しています。そしてこの C2 は戦後日本が自主開発した機体としては最大のサイズとなります。C2 開発の基本的なコンセプトは、大搭載量、長距離航続、高速巡航。 C1 では航続距離不足が足かせとなり、搭載量も足りませんでした。戦術輸送機は人員や荷物の空中投下がしやすいように後翼配置が多く、貨物室をできるだけ広く取ります。そのため胴体側面や底面の補強のための張り出しが空気抵抗となり、高速化には不利でした。さらに車両などの大型貨物を搭載するために断面積が旅客機より大きく、広い機内スペースを確保する必要があります。この機体形状によっても空気抵抗が増えてしまい、高速巡航には不向きだったのです。しかし C2 には40フィートコンテナを積んだセミトレーラーを牽引車込みで搭載可能なスペースの確保と、高速巡航という相反する性能が求められました。これらの課題を解決するため、 C2 の主翼は胴体より上にあり、主翼桁が貨物室を圧迫しない配置になっています。この主翼配置によって増大する空気抵抗は主翼前後を大型のフェアリングで覆うことで抑えており、これが C2 の外見上の特徴となっています。また高速巡航のため主翼形状を音速領域に適用したスーパークリティカル翼型に、エンジンはボーイング製やエアバス製の旅客機にも使われている大水力エンジンが採用されました。戦術輸送機 C2 は機体サイズ、最大積載量、航続距離のいずれの点でも C1、 さらに C131H を大きく上回っています。国際共同開発のエアバス A400M に匹敵しますが、ターボプロップエンジン推進の A400M やその他のジェット輸送機に比べて巡航速度が速く、民間の旅客機並みの高和音速です。このため民間の旅客機と同じ高度や航路が活用でき、目的地への迅速な輸送が可能になっています。また C1 などより機体が大型であるにもかかわらず、ストラトリバーサ搭載型大水力エンジンの搭載により C1 並みの短距離離着陸性能を維持しています。そのため滑走路の短い地方空港や海外の整備されていない空港への輸送も可能なのです。機体下部に大きく張り出した主極バルジには補助動力装置、
APU を装備。ペイロード搭載量の増加によって大型の手術車や装輪装甲車などの空輸も可能になり、災害や有事の際の実用性が増しています。後部空挺扉にはデフレクターが追加され、空挺部隊降下の際の安全性が高められています。この C2 の実力をニュースで知った韓国の人々からは羨望の声が上がっています。韓国の反応。 P1 対戦哨戒機に続き、長年の懸案であった C1 の後継機種 C2 輸送機の実戦配備も始まっているのか。これでは我が国はもうどうしようもない。日本の航空宇宙技術は韓国とは次元が異なるよ。こんな国と比べれば悲しくなるだけなんだよ。韓国は技術で劣っているのではなく、泥棒が予算を奪っていく。もし今まで不正で消えた金があれば、韓国でも独自開発した各種航空機が飛んでいただろう。日本のように未来を見据えて投資の決断を下せる政治家がいないのだろうな。私たちはいつあんな航空機を開発できるのだろうか。韓国も一日も早く基礎科学に投資をして、海外に依存する航空分野の問題を解消しなければならない。単に国家安全保障的な次元だけではなく、経済的な利益をもたらすものでもある。日本からも多くのコメントがありました。日本の反応。 C2 は離島を含めた日本中の滑走路の利用が前提となっている。だから500メートルあれば離陸できる STOL 性能と、高度4万フィートを亜音速で巡航できる、旅客機と同じ国際航路を利用できるというユニークな特徴を持つ輸送機だ。1000メートルの簡易滑走路があれば運用できるので、空港整備が進んでない新興国や途上国に現在検討中の民間型をセールスできればいいのだけどな。そういう国は予算がないのがネックだからな。日本には増大する中国の脅威から南西諸島を防衛するという切実な要求があって、 C2 を待ち望んでいた。機動戦闘車を丸ごと石垣や宮古まで民間航空路を使って急速展開できるようになったのは大きい。それに C1 開発時になかった海外輸送の任務も増えた。あの時代、日本がジブチに海外基地を持ち、中東やアフリカ方面まで輸送機を送ることになるなんて想像もできなかったろうな。 C2 輸送機の高高度高速巡航性能、短距離離着陸性能などの各スペックは、米軍の C130 後継機計画、次期中型輸送機に完全に合致している。ステルス性確保という要求1点だけを除けば、今後 C2 は一部仕様変更した民間向けの規格外貨物輸送機としてもセールスされるので、そちらの方も期待大だね。 C2 は広い領土、領海を持つ国向けのもの。韓国の領土は北海道よりちょっと広い程度だから、 C2 じゃオーバースペックすぎて無駄だ。国防を考えたら、積載量を落として航続距離が短くても安い機体を数多く揃えた方が安定した運用ができるんだけどね。近年の日本航空機業界は全体的に勢いがついてるね。民間ではホンダジェットと MRJ、 軍用では US2、 P1、 C2、 X2 が出来上がり、これからは F3 の検討段階。10年前にはここまで活気づくとは想像もしていなかった。海外の災害救助だって日本は積極的に大規模に行っている。その都度 C1 で不自由してきたが、 C2 なら負担が大きく減る。期待しかない状況だ。抑止力としても、いざという時の防衛力を。中国公船が領海侵入を繰り返す沖縄県尖閣諸島周辺の情勢は緊迫しています。尖閣諸島をめぐり、中国は海警法で海警局船に武器使用を是認。いつ日本との間に不測の事態が発生してもおかしくありません。日本政府は尖閣近辺の離島に自衛隊部隊を配備。ここへ物資を運ぶ輸送艦3隻を2024年に導入します。離島への弾薬や燃料、食料の安定供給網を構築するわけですね。有事の際には離島奪還作戦を担う陸自の専門部隊、水陸機動団の至急搬送が必要です。その際必要なのはスピードです。
間違いなく C2 戦術輸送機の出番となるでしょう。もちろん紛争は何も起きないことが最上です。けれど抑止力としても、いざという時の防衛力としても、日頃からの準備が重要です。着々と備えを固めている日本の力に期待します。あなたはこうした輸送機 C2 についてどう思いますか？ぜひコメント欄に意見や感想をお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。